特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。テレビアニメ、教会の彼方を語ろう。どうもゆうちゃまです。教会の彼方は世界観がいいんですよね。1クールもののアニメなんですけど、しっかりもうストーリーの構成が綺麗で、1話1話の見応えがありました。京都アニメーション制作ということもあり、まあ、10年以上も前の作品になるんですけど、全く10年前って感じさせない綺麗なアニメなんですよね。まあこう10年経つと、ああ10年前まだ学生だったなとか、なんか懐かしい気持ちになります。声優さんもその頃は、今後ももっと活躍していく声優だった人が今も最前線で活躍してるっていうのもあって、すごくね嬉しい限りです。なんか10年前の声優さんって今でも活躍してませんか？すごいですよね。で、教会の彼方は何と言っても栗山未来のキャラクターがいいんですよね。メガネキャラってもちろんね、今までも出てきたと思うんですけど、メインでこうメガネキャラクターで可愛いって思わせてくれる。しかも京アニさんが仕立て上げてくれてるっていうのがね、こうやっぱり心に残りますよね、キャラとして。種田梨沙さんの演技素晴らしいです。特にね、あの栗山未来の泣きの演技、もう栗山さんがすごく愛らしく映ってましたし、可愛らしかったですよね。教会の彼方のキャラクターってなんかみんなちょっと一癖あるんですよ。神原くんはとんでもないメガネ好きですし、ヒロミは妹ラブですし、あの声がかっこよすぎるっていうのもずるいですよね。あれがうまく保ってるのかなって思います。妹を好きすぎるっていうんですけど、妹好きすぎるところがちょっと気持ち悪くも見えるんですけど、まあ、声がかっこよくて、ちょっとそこがもううまくバランスを保ってる。いやー、いい兄貴ですね。で、その対して妹の美月は毒舌のツンデレだったりとかね。文芸部のメンバーってすごい一人一人の個性がね、あの強くて面白かったです。個性が濃い、キャラの掛け合いがクスッと笑えるようなシュールな感じが良かったです。バトルものを京アニさんが描くって、まあ、今まで日常系がね強かったと思うんですよ。軽音とか日常とか、ある日とか。なんでこうバトルものの京アニさんすごいぞっていうのが特にまあ見えた作品なのかなと。まあ、中二病でもやってましたけどね。教会の彼方は美術背景、絵が本当に美しい。もうゆうちゃんは素人目線ですけど、この絵は後世に残したい、もう綺麗なアニメーションです。教会の彼方1クールで本当に見やすく面白い世界観のお話になってます。気になった人はぜひぜひ。バイバイ。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。